へえ、1回目の夏の舞台は無人島だったのね。レイシフトでも漂流ってするんの。でもその口ぶりだと苦労はなかったみたい。何人かお供のサーヴァントがいて、敵らしい敵がいなかったとしても、カルデアからの助けを待つことはせず、島を開発して最後には自力で脱出しちゃうわけか。うん、まだまだ頼りないけど、なかなかの人間力です。畑を耕したり、家を建てたり、道を通したり、船を作ったりした経験は忘れないように。もし私たちがナンパした時は遠慮なく頼らせてもらいましょう。で、もうランチの時間よね。ちょうどチョコがあるんだけど、食べる？金星のテクスチャの上でレース、そういうのもありなんだ。しかも途中で監獄に入れられて、最後は神話系の囚禁女神を懲らしめたと。まったく。それじゃアースマンレースで勝てなかったのも当然か。おとなしく負けを認めるわ。女王としてその愉快な功績を称えます。次にそのイシュタルカップが行われたら、ドライバーは私に任せて。アースマンレースでは見せられなかった本当のドラテクを披露しましょう。ところでお腹減ってきたかも。たまたまチョコがあるんだけど、食べない？何よこの街、ふざけてるの？肌が燃えるような暑さ、耳がしびれそうなやかましさ、目がモルポンドになりそうな華やかさ、これが反人類史有数の陥落都市ラスベガス。ここに比べたら私の街はまだぬるかった。殺して、これじゃ私もアルトリアのことを笑えないわ。あの子のイベント力は縁日の焼き鳥屋レベル、そして私はアミューズメントパークレベルよ。そうかな、ろくなれやったら褒めすぎ。お、エディンバラの大聖堂も負けてない。エクストリームなチョコレート勝負はマブマッチだけ。そうよね、見た目が派手なだけじゃ女王の年足りえないわ。見た目はもちろん重要だけど、それに伴った中身の激しさがないと。これからはより過激で美しいマブマッチを開催しましょう。安心したらお腹減ってきちゃった。というわけで、そろそろチョコ食べよっか。ここが噂の死なない精霊を殺すためにひたすら人形を殺していたビレッジね。よし、やるか。黙って話しかけないで。さすが妖精国の真の女王、犠牲になった人形を慰めているんだね。そう思っているのでしょうけど、別に鎮魂の曲を奏でているわけじゃない。単に雰囲気がシャレにならないくらい怖いだけよ。ほんとダメ、ここの空気ヤバすぎ。そりゃ精霊の一人や二人爆発するわ。軽い気持ちで日本の肝試しをしてみたいなんて言った私が愚かでした。ごめんなさい。お、どうしたの？私を指さして。今日もまた見とれちゃった？
口をパクパクさせてるけど。のくなれあうしろ？ここまで来れば安全ね。あなたが突然走り出すからつい追いかけちゃっただけだけど。うん、ここに来るのはもうやめましょう。ダークなギャザリングが過ぎるわ。でもせっかくだから少しだけ休憩しよっか。走ったから喉乾いてるでしょ。ティータイムにしましょう。そろそろチョコ欲しくなってきた頃よね。なるほどなるほど、海賊の地図を頼りにした宝探し。うん、ロマンある。思えば冒険らしい冒険ってしたことないものね。私どっちかっていうと町づくりの妖精だし。そんなに楽しかったのなら私も挑戦してみようかな。町の地下にダンジョンがあるとかね。そうと決まれば、はい、ご褒美。アイディアのお礼にチョコを食べなさいな。氷の城だなんて、こんなのなんて住みづらくて調度品は飾りづらくて足元滑って大惨事な城なんでしょう。え、こういうお城は趣味じゃなかったかですって。まあそうね。だけど民を持つ女王としてはちょっとね。でも国から外敵が完全にいなくなって領土が平和になったら建ててみようかな。あんまりやりすぎるとグロスターみたいになっちゃうけど。無理やに運営のコツとか聞いておくんだった。彼女とはあまり気が合わなかったけど。グロスターといえば五金製のお菓子よね。そろそろチョコいっとく？こんにちはマスター。バレンタインはいかがお過ごし？なんて聞くまでもないか。こうして一人寂しく部屋に引きこもっているんだもの。そんな哀れなあなたを気遣って今日はアポ。なんだ、割と充実しているんだ。ちょっとだけ残念だけど、人気があるのはいいことよ。サーヴァントとの信頼関係イコールマスターの強さだもの。あなたの優秀さが私以外にも評価されているんだから嬉しくないわけがありません。それに目に見える物証があるのは楽でいいし、倒すべき相手が誰なのか調べる手間が。もちろん王の士族の女王だもの。どんなものであれ戦いは大好物よ。ま、油断していたのは事実ね。あなたのことまた甘く見ていたみたい。もっと早く、それこそ昨日のうちにプレゼントを届けに来るべきだった。はい、これ私からのバレンタインチョコ。受け取ったらすぐに食べてね。他のどんなチョコレートより美味しい。他のどんなサーヴァントのことも忘れるくらいスペシャルでドミナントな出来だから。
おー、ちょっと待った、何してんだこの全身チョコ妖精。マスター、それ食べちゃダメ、妖精国でのことを忘れたの。王の士族は脅迫、恐喝、強制のプロだから、気を許したら魂までイチコロでおしまい。そのチョコ食べたら一生奴隷になっちゃう系のヤバいやつでしょ。はあ、勝負タイムに乱入するばかりか、ひどい言いがかりじゃない、アルトリア。もちろんそのつもりで用意したものだけど、ちゃんと証拠はあるんでしょうね。今自分で白状したじゃん。自分で犯人だって名乗る犯人初めて見た。っていうかマスターも、マスター、妖精からの贈り物なんて百害あって一理なしって学んだら。特に妖精国の連中ね、いっつもろくなことしないんだから。でもギリギリで間に合ってよかった。ノクナレアのチョコなんて特級のギアスに決まってるし、一度でも食べたらきっと取り返しのつかないことになってた。やっぱ手遅れだった。だから言いがかりはやめなさいってば。そんなに疑うなら魔力感知でもしたら。あなた魔術師でしょ。そっか、それくらいなら簡単に。あ、本当にない、これただのチョコだ。どういうことノクナレア弱ってるの。弱ってないわよ、こうしている今でもハートは溢れてるわ。ま、本音を言えば私の魔力でできたチョコをあげたかったけど、これは公正で嘘のない真剣勝負。私の気持ちだけじゃ納得できない。デート中にマスターにあげていたのはカルデアで買ったもので、疲労回復と味の好み、甘味の許容量を測っていたの。今日という日のためにね。はい、そういうわけで改めて受け取ってマスター。これが私の反人類史の素材による初めての手、ハワトリアでのお礼とここに来てからの充実した時間のお返しと思ってください。初めてでこの出来か、スペック高すぎる。もう言ってほしいことを言ってほしい時に言うんだから。本当は今食べてほしいけど邪魔者がいるし、感想は後でいいわマスター。良い歳日を。ほら戻るわよアルトリア。どうやってマスターの危機を察したのかちゃんと教えてもらわないとね。チョコを渡す勇気が出なくてずっと廊下をうろうろしていたなんてことじゃないでしょうけど。え、やだな、そんなわけないじゃん。さっきの虫の知らせってやつで。じゃあ次はあなたの番ね。お手並み拝見、邪魔はしないわ。なんかノクナレアらしくない。いつもの横暴さはどこに行ったわけ。仕留めると決めたら自分の全部を使って一撃で倒すのがノクナレアでしょ。王の士族である普段ならそうね。でもこれは別の話。
妖精国を治めるという使命はなくなってしまったけど、私にはまだ夢が残っている。私も先代のマブと同じみたい、奪うより奪われたいっていうか、念願の恋だもの。少しずつ家庭を楽しまなきゃね。